毎週火曜日のこののこ時間ははブラッッシュアップです、はい今日も朝刊を見てたんですけど、ニュース山盛りですね今日は多いですね、<laughs> いろいろ。長崎の大村の事実婚の話ももうされましたよね、しようかと思ったけど、これやめましと昨日は北朝鮮のミサイル発射、<あ>衛星発射というかね、ねもうテレビがぶちっと切れて、うんはい、大変でしたね。あの まあ一番か初めに考えたのは、このテレビをどうするんだろうなとうん、うん、クライマックスのいいところで中断になってしまったので、実はそれが気になった人、多かったんじゃないかな、ネット上の再配信でやるとか、別の日に放送を改めてするとか、いろいろありましたけど、気になっている方はもう全部調べてるだろうなとは思いましたね。はいえー、でもこれがあの、まあ 中間の首脳会談がソウルで開催された直後でもありましたね。はい、あの前にはやらないだろうということから、うん、今日以降だと、おあのおきの日の夜以降だろうと思われてましたけども、対話ムードへの反発もあった、まあ、中国もあの発射しちゃうと、なんか対応しなきゃいけなくなっちゃうんで,うで、ねまあ、一応そういうことを考えたんだろうなとは思いましたが、うん、それと、まああの <laughs> まあ、爆発してしまったということもあってですね、失敗に終わったようですね、ちょっとお政治的な動きでもあるんだなということを感じてました、はい、で途切れちゃったニュースが、あの蓮舫さんの出馬表明のも<ー>、まあ、出てたんですね、ちょうどそのね。えー、これもすごいですよね、一気にこういや注目度が高まった感じですよね。ねえ 周囲も驚いてるでしょう、ね、蓮舫さんって昔テレビによく出てたタレントさんだったんですよ知ってますいや私はう生まれてないも物心もついてない頃だろうしねう僕同世代なんで大,大学生の頃によくテレビに出てたなって大学生の頃から出てましたね、はい まあ、グラビアアイドル系のそうですね、うん、その後もいろいろタレントとして活動されて、うん、で小池百合子さんも番組 MC でよくテレビに出てたんですよ。 ねニュースキャスターのやられましたもんね。だから最初の時に当時の人にですねタイムマシンで言ってですね。都知事選がこの二人で争われるんですよって言ったら誰も信じないと思いますね。幹部さんそれはないよって言われちゃいますよね。そう冗談でしょ。まさかでしょまあでも三十年以上経つとこういうことになるんだなと。でまあ栃木戦はこれ一気に注目度が高まってますね。そうですね。はい。あの朝日新聞の解説面のところではですね。はい。え。 あの自民党の都連会長の萩生田前政調会長、周囲に想定外だったと認めたということですね、完全に予想外だった、むしろ出ないと聞いていたと漏らしたそうです全くこれで構図が変わってしまいましたね、その記事によると、自民党としては独自候補の見送りが規定方針だったと。小池氏をを支援して勝利を得ることで、えー 一連の補選や県知事選の連敗を止める思惑だったと、うん、ところが、いきなり状況が変わってしまいましたということです。まあ、もちろん、都知事選ってあの、えー、現職が立候補した場合はあ、今まで全部通ってるんで、そうんで強いんですね、現職がね。<ー> とはいえ、知名度的にはすごくある方が出てきたということです、うん、それと問題はやっぱり自民党の裏金ですね。いつの間にか小池さんはあの自民党とタッグを組んで都政を運営するようになっていますから、自民党は支援するつもりでいたわけですよね。うん、なのに、うんえー、支援されたら逆風になるんじゃないかというのは、うん、前回、えー、4月の東京1五区の補欠選挙で。はいえー 小池氏の支援候補の方がおっっししゃってましたねそう、ええ、ねですねそれと同じ構図になってきてる、どんどんと。んということで、えー、その朝日新聞の解説のところでは、ですね、まあ、事実、小池氏周辺からは、自民は逆風のさ中で、イメージが悪いから距離を取りたいという声が漏れると、そして、小池氏から見限られ、不先輩となれば、自民党にとってですね。はい、はい 岸田政権の求心力のさら,なるさらなる低下は必至だとまとめています、これはそうだなと、うんうん、そう思いましたねさらに今日いっぱいニュースがあって、もラファーの空爆ですね、あ<ー>これはあのあの民間人の犠牲者45人に出ているようですね、はい、そしてあの、朝刊には間に合ってないんですけど、日経新聞の電子版ではですね、はい えー、ネタニヤフ、イスラエル首相が演説で不幸にも悲劇的な誤りを招いたと釈明したと。 まあ国際社会から人道に反する攻撃だと非難が集まっているためですね,そ,ですねそして、えーきえー、危害を加えないための最大限の努力にもかかわらず不幸にも悲劇的な誤りを招いたとネタニヤフ首相は述べ,た述べたということなんですがこれ、大変なことですね、はいはい、本当に多くのニュースの中で埋没していってしまいますし、えー、45人という数字の規模の意味がよくわからない。 だんだん何万人という話を聞いてるとでもこれはですね結構大きなことになります、はい、あの、はい、これはちょっとこの後キャッチアップでも触れたいなと思っていますはい、はい、8時40分過ぎにそのキャッチアップはお送りしますここで Google ポッドキャストをご利用の方へお知らせです Google ポッドキャストは2024年6月23日をもってサービスを終了します引き続きこの番組をお楽しみいただくには ラジコ、アップルポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージック、YouTube ミュージック、いずれかのアプリをご利用ください。これからも RKB ラジオのポッドキャストをお楽しみください。